さあ残り時間5分を切っています。さあ1位と2位また接近戦になっている。1位と2位コンマ37秒、赤いマシンがトップ、その後ろの青いマシンが第2位。どうなる、残り4分30秒。さあ他のマシンこの2台に道を開け始めた。これ決勝 AB の導入貸し切り状態と言ってますけどね、この2台が来ると皆さん道を開ける。さあバンダイの赤いマシンがトップ、2番手がレイドハウスマーチ、青いマシン。さあどうだ、今それぞれ並んだ、残り4分。今日はねいいレース多いですね本当にね。さあ1位の2位差は変わっておりません。今上田選手はなんとか前のマシン森田選手のミスを誘おうとしておりますが、ね、森田選手も全日本打点全日本取っておりません。集中力がね、前回っていう森田選手、今逃げる立場、追う立場、上田選手、レイドのスマーチ、おっとミスがあった。さあ1位にちょっと離れて 1.2 秒差。さあしかしトップの森田選手の前には周回遅れが迫ってきている。うまく処理ができるか、これも実車と同じようなレースですね。さあ残り時間3分となっています。さあ上田選手はもう追うしかありません、どんどん滑るしかない。さあ森田選手バンダイの赤いガラニング、そして上田選手がレイトノースの、ね、ブルーのガラニング1位に、その差 0.45 秒、また詰まってきている。なんと3番手の堀選手までの、ね、道を開けるようになってきた。さすがはエンディングフェアのレースですね。また1位と2位テールズドッグに変わった。赤いマシンがトップ、青いマシンが第2位、また並ぶ、それぞれ並ぶか、どうだ、またあっと上田選手苦笑い。さあ森田選手との差はストレートの半分の差になりましたね。画面上では 1.9 秒となっています。残り時間2分、まだ2分ありますからね、予選と同じ時間だけの感じがありますからね、まだ10周ぐらいありますからね、頑張ってください。さあ1位と2位 1.37 秒にまた詰まった。森田選手もねレースアップうまいですからね、ちょっと差がつくと無理しちゃいますね、行きますよね。さあまたもやの上田選手トップの背後に迫ってきている。さあ1位と2位とうとう差は1秒となった。上田選手も頭を追い上げ、すさまじい追い上げ。さあこれでとうとう上田選手トップの後ろに迫ってきましたよ。これは森田選手の目にもね映ってるはず、レイトクル1台しかこのカラーリングありませんからね。さあレイトンハウスマーチがなんと古い不安なはずなんですがね今ね。さあ前のマシンついくっつきましたよ、テールズノーズ。残り1分、残り1分。さあいつ抜くのか、それとも抑えることができるか森田選手。さあ1位と2位も完全にテールズノーズ。これはちょっとでも油断をした人が負けですね、チーム選手が負けになる。福田選手ちょっとミスがあった。残り40秒、まだまだチャンスありますよ。森田選手の前に1台周回遅れいますからね、これで何かがあるとまだ分からない。残り30秒、さあ森田選手も残り20秒であって無理はしないと思います。どうだから福田選手は追うしかありませんよ、どんどん詰めるしかない。また詰まってきた1位と2位、本当に森田選手の名声が上手いですね。Thank you.